なんとかネバーのベルト守ったぞ。おい、あ、出るんかい。それにしても石井の野郎、あいつとことんぶっ飛んでんな。おい、おい、なんだよ、おい、過激すぎだろ。おい、全部強烈で本当痛いけど、痛いけど終わってみれば気持ちのいい痛みだな。おい、喜ぶな喜ぶな、勘違いすんなよ。おい、俺はそっちの趣味ねえからな。それはそうと 2.1 札幌では、試合後、これがネバーの戦いだ、これが俺のプロレスだと言った。今日勝って調子に乗ってもう一つ言っていいか。おい、今の魂と魂のぶつかり合い、これがプロレスだ。勝負に負けたと表現したが、今日は勝った。今日はもうがむしゃらでわけわかんないけど、試合には勝った。胸を張って言える、勝負にも負けてはいない。ただ恐ろしいよ、あの44歳、強烈すぎてと何回も意識が止まった。だがあの野郎の俺は死んでなかったから、俺の魂も俺のわけにいかんだろ。俺にはよ、歴史がねえから、この新日本で後藤と石井はこのベルト5回も対抗してんだろ。だったら俺は歴史がない分、一つ一つインパクトを残すしかねえだろ。まだまだやることは山ほどあるからな。それから、おう、昨日久々にこれが来たら、会社の担当が面白いこと言ってたな。高木選手、ニュージャパンカップネバーのベルト防衛した場合には出ますか出ませんか。ほら新日本、なんだおい、選手の意見が通るのかよ。え、そう聞いたら、まあ意思は尊重すると言った。まあでも俺はタイトルマッチに集中したから、タイトルが終わったら今答えてやろう。即決だよ即決。え、一発のトーナメント面白いじゃねえか。そんな面白いのこの俺が出ないわけねえだろ。おい、新日本プロレス令和初、初のニュージャパンカップ初出場のこの俺がこのシングルに出ると思って参加してやる。おい、それ相当の面白い相手を1回戦で用意しろよ。それから明日、6人タッグ、わけのわかんない奴らが盗んでったが、おい、ダメだよ。内藤とは違った形で俺は2冠を輝かせるから、6人タッグも必ず明日